岩赤花は赤花か赤花族の多年層。毛ゴン赤花を分類上の基本種とする亜種。基本種の毛ゴン赤花に似るが全体にやや大きい。茎は直立して、高さは25から100センチメートルになり、上部では多く枝を分ける。茎には普通全体に短い、曲がった毛が生え、石管に2列の毛を密生させた稜線があるが、時に無毛のものもある。 葉は耐性し、葉心は長大円型から長大円上皮心型で、長さ3から9.5センチメートル、幅8から30ミリメートル、先端は鋭く形、円には不規則な尖った胸腫があり、基部はくさび型になり短い葉平となる。葉の裏面の葉脈状に毛が生える。花期は7から9月。花は茎上部の葉液から、単なし、白色、または、 泡紅色をしている。学列片は4個あり、列片は卵状皮脂型で、長さ4から5ミリメートルになり、頭部と共に毛がある場合とない場合がある。花弁は4個あり、後頭卵脂型で、長さ4.5から7ミリメートルになり、先端がにあさ裂する。湯髄は8個あり、そのうち4個が長い。ずいの中等は球状に膨らむ。 果実は4両形の細長い果てで直立し、長さ3.5から7センチメートルになり、まばらに短い、伏した毛が生えるか、時に、無毛で、熟すると、先端から劣開する。花幣は、長さ0.3から1.3センチメートルになる。種子は、長さ0.8から1.2ミリメートルで、細かい乳頭状突起があり、お白色の看毛状の長い毛がつき、 風によって飛ばされる。日本では、南千島、北海道、本州、四国、九州に分布し、山間の渓流像や湿り気のあるところ、またはやや乾いた斜面に生育する。世界では、沿海地方、アムール、朝鮮半島、中国大陸などに分布する。和名の岩カバナは、岩カバナの井で、湿った岩丈に生育するから付けられたが、 岩場に飲み生えるというわけではない。アシュ名のセフファロースティグマは、登場の中東の意味。本アシュの分類上の基本種に、ケゴン赤花があり、茎の高さは20から50センチメートルと、岩赤花に比べると小さく、茎の石管に毛を密生する2本の稜線があって、たわむ毛。日本では、南千島、北海道、本州、四国に分布し、 アコウザン帯の軽流像や乾いた斜面に生育する。この亜種はもともと赤花属の独立種エパラビーム、セフファロースティグマとされていたが、1992年にアメリカ合衆国の植物学者であるピーター・ハミルトンレイブンラによって、ケゴがカワナイアムレンセの亜種と位置付けられ、記載発表された。それまでの日本の植物図鑑、例えば、平凡社、 日本の野生植物総本通、保育者、原色日本植物図鑑総本通、四分道、日本植物史などでは、独立史として扱われていた。白花品種を白バナイは赤バナエパラビームアムレンセ、ハウスン、サブスプ、セフファロースティグマ CJ チェン、ホーホイ PH レイブン F、ルキャンサムヨネクと区分することがある。品種名ルキャンサムは、白い花のの意味。 ありがとうございます。